ここのを食べ出してもよそのが食べれなくなったんで、よそのだと辛すぎたりするので塩辛くなったりとか、ここのはちょうどいい塩梅で、それもこう化粧してウィッグまでかぶってっていうガチなところは一箇所だけなのでえ、その写真とかあったりするんですか？ありますよ。これあー、はいはいはい、あと一人これワカが多いですけど、もう食べれるときは2つとも、はあ、頼んで。
両方堪能しますけど、はい、あのここのを食べ出してもよそのが食べれなくなったんで、よそのだとあの辛すぎたりするので塩辛くなったりとか、あのここのはちょうどいい塩梅で、あのスパイスも程よく効いてるので、それと使われてる鶏肉も本当にジューシーで美味しいんで、チェーン店とかだとご飯 800g とかにカツトッピングとかするんで。どうですか、食べてるのが注意されるっていうのっていう、熱くて彼の好きなラーメンかっつけてこれは、こちらあのちょっと辛さを調整するやつで、はい、サラダあ、わかん、まあ、いや、なんかね、濃いわ、あ、はい、でもサラダ油がちょっと入れる、あの、ちょっと入れてみたんですけど、うまいですね、うん、また、なぜあのカレーを始めたんですか、骨付き鶏のイメージ昼の、あの、職人とか来るから、ね、時間があ、もうさっと書き込めるね、そうそうだけ1時間しかねえお客さんあれするのに、それで早いメニューがカレーと、あー確かにさっと食えるし、まあ、ボリュームもあるし腹持ちもいいですよね、夜が終わり、あ、なるほど、でも結局できるんだけど、あのチキン南蛮とライスと味噌汁頼んだら定食になる、あーなるほど、ただ昼はあの900円で取るけど、夜になったらそれしたら100円かっこいい、あーなるほど、夜価格っていう、うん、ブランチメニューはもうランチですね。そうです。じゃあ、これもカレーも全部もできない。いや、ここは勝負。あ、ここは、うん。これはもうこのままの金額で引き落とす。ただこれだけ。あ、なるほど。定食系がなくなるっていう。そうなって単品メニューに変わる。ああ、なるほど。ペロッと食べましたけど。この骨付き鶏カレーってのはその親と若って選べるんですか？もう決まってない。あ、若だけだ。あの、知ってる人がだけ30分待つな言うんじゃったら嫌。あ、はい、あの、スッと出そうと思ったら若しか用意して。骨付き鶏カレーです。こちらはあの、鶏なんですけど、若鶏になります。